アユの月。年下の友人 M 君とアユを食べに行った。M 君は年齢24歳。血気盛り、食べ盛り。がっちりした体格で、いかにも柔道が似合う青年だが、柔道はやっていない。劇画の方をやっている。新橋にあるアユの専門店に行った。専門店ではあるが、アユ以外のメニューもたくさんある。こじんまりした店で、カウンターに10人、小上がりのテーブルに10人といったところ、いかにもアユ好きといった感じのおじさんたちでいっぱいだ。アユ料理はコースになっていて、9000円から1万3000円まで。一番高いコースを頼むことにした。M 君は目下苦闘中で、日頃あまりいいものを食べていないはずだ。たまにはこういう店でいいものを食べて英気を養わなくっちゃ。僕としてもたまには気前のいいとこを見せなくっちゃ。コースの内容は前菜、お椀、背ごし、塩焼き、包み焼き、ナスウルカ味噌、コウルカ、素揚げ、酢の物、あゆ飯、コウの物、デザート。あゆに次ぐあゆ。あゆが姿を変え、形を変え、次から次へと出てくる趣向だ。M 君にとっても、こんなごちそうはまたとあるまい。まず前菜。大きな皿に、湯葉の白あえ、イカ刺し、ウニあえ、純菜などが5種類ほど、ほんの一口ずつきれいに並べられている。これ知ってる？これ純菜と言ってだね。と言って M 君の方を見ると、皿の上には何もない。下に敷いてあったシソの葉さえない。少し不安になった。前途に不吉を感じた。2番目は、お椀。アユの白味噌仕立ての汁で、これがとても熱い。アユは筒切りで入っている。しかし、いきなり汁物が出るとはねえ、と M 君の方を見ると、お椀はすでに空になっている。汁はかなり熱かったはずなのに、あっという間の早業だ。3番目がお造り。アユの背ごしと刺身。背ごしというのは、生きた鮎の腹綿を取って2ミリほどの厚さに筒切りにしたもので、骨は取らずにわざと残してある。骨の感触を味わうためらしい。意外な脂肪感があって、ヒラメに少し似ている。細かく砕いた氷の上にシソの葉を敷き、その上にシソの緑が透けるほどの薄い鮎。その鮎の身の真ん中に、白くて細くて丸い、天のような骨。なかなかの風情だ。このシソの葉の緑が、こうして鮎の身に透けたところなんぞは、と M 君の方を見ると、氷の上には何もない。緑のシソの葉もない。しかもメニューを広げ、鮎のコース以外のページをしきりにめくっている。どうやら不安は、現実のものとなりつつあるようだ。4番目にようやくご本尊が出た。アユの塩焼きが2本。小ぶりのアユだが、まことに形が良い。アユは、川魚の王と言われるだけあって、その姿に気品がある。清楚、清新。アユは、高名な日本画家のテーマとしてよく取り上げられ、また、文豪の小説の中にもしばしば登場する。そういう意味では、老大家に可愛がられる老人キラーの魚と言える。鮎の塩焼きはだね、こうして全体を端で押し付けると、骨から身が剥がれるから、そうしたら尻尾をこうして持って引っ張ると、骨だけがするりと抜けるはずなのに、身は骨についたまま引っ張られて、総崩れとなる。鮎は結局丸かじり、これに限る、と言って、今度は頭から骨ごとむしゃむしゃ食べる。紅魚というにふさわしく、ウリに似た香りが立ち、
川魚独特のはらわたの苦みと、そして渋み。外人は一般に魚臭を嫌うというが、日本人でも川魚の嫌いな人は、アユを食べた箸はゴシゴシ洗わずにはいられないそうだ。その臭みがうまい。答えられない。M 君はもうとっくにアユ2匹を食べ終え、またしてもメニューのアユ以外のところを食い入るように見つめている。一点を凝視して動かない。その一点を盗み見ると、天ぷら盛り合わせとある。M 君はもともと寡黙な男なのだが、今日は特に寡黙のようだ。血気盛ん、食欲盛ん、柔道タイプに、厚さ2ミリの鮎の背越しは少し無理だったようだ。むしろ特大餃子大盛りライス付きとか、魚だったら川魚なんかではなく、特大ニシンの唐揚げライス大盛り豚汁大付きといった、全面的に大を歌い上げたものの方が良かったのだ。5番目が鮎の銀紙包み焼き。赤味噌が鮎のお腹に塗り込んである。その次にようやく幾分鮎から離れたものが出た。ナスを油で揚げたものに、ニガウルカと合わせた味噌がかけてある。ニガウルカは僕も大好きで、瓶詰めのものをよく買ってくるが、これを味噌と合わせて調味料として使うというのは初めてだ。ニガウルカの苦味と渋みが揚げナスによく合う。それから小ウルカ、素揚げ、酢の物と続いた。素揚げは天ぷらとはまた全然違った味で、油で揚げてあるのに古丹の味とでも言うべきものになっている。そう、ししゃもに似た味だ。しかし鮎はやはり何と言っても塩焼きにとどめを刺す。素揚げも酢の物もこういう食べ方もあるという程度のものであるようだ。 M 君は今はメニューの焼きおにぎりのところを食い入るように見つめている。そしてため息をついている。最後の鮎飯は池波正太郎の記述によれば、鮎を丸ごと味をつけた飯の上へ乗せて蒸らし、食べるとき魚肉をほぐし飯と混ぜ合わせて食べるものだ。ご飯の味付けは醤油味だ。僕としては M 君に鮎づくしをご馳走したつもりでいたのだが、後日 M 君の友人から聞いたところでは、鮎攻めにあったと嘆いていたそうだ。